伊ハルイチは中華人民共和国国立交渉に位置する地球市。祝人口は80万人。漢族が主で満州族、朝鮮族、海族、オロチョンなどの少数民族が居住する。伊ハルイチは国立交渉東北部に位置し、東は津田北県、格光市、湯原県と、南はイラン県、通り川県と、西は京安県、水県と、北は カツ県、カゲ県及び国陸港へ隔てて、ロシアと国境を接する。氏名は、ユサカン川支流のル春川に由来する。イハ春とはモンゴール語で、旧を意味する。新代は、父春福都島及び、フラン福都島の管轄地とされていた。新末民発には、湯原県の管轄となっていたが、原生林が広がる地域であり、本格的な開発が行われたのは、 満州国成立後である、1941年11月、水予選が建設されると1942年7月に、湯林線の南大春区間が建設され、1945年に、湯原県高所愛春地区に、一春街を設置した。満州国法壊後は1946年に、 湯原県南拓の管轄とされたが、1949年10月に伊春鎮が設置され、翌年には伊春森林工業管理局が設置され、中国国内の林業需要へ対応した行政組織が組織された。1952年9月29日、人口7.5万人伊春県が設置され、松江省の管轄とされた。林業と工業を中心にした。 都市建設の結果人口が増加、1957年7月26日にはい、春県へ昇格、さらに1958年に地球市に昇格し、現在に至る。市内は低山丘陵地帯となっており、昇降安霊山脈が東南へ向かって伸びている。温帯大,大陸性モンスーン気候に属し、年間降水量は 630mm、年平均気温は、 摂氏一点零度、一月の平均気温は低、摂氏二十二点五度、七月の平均気温は、摂氏二十一点零度。四種かつく、一研究4、五県を管轄する。いはるいちはるいちはると区くいはるいちはるちくい、はるいち中国重点リンクの一つで、祖国林と、または、くれないまつの里と称されていた。森林創築積量は二点四五億。 平方メートル。木の種類は主に、朝鮮御用、唐松、桃皮、銀泥、カバノキ、満州ぐるみ、ヤッチダモ。材木の都市生産量は、全国の1、10を占める。水予線、南カラス線が運行され、ハルビン市から伊春までの幹線道路の終点にあたる。2009年には、伊春林と空港が開港し、北京や上海と結ばれるようになった。 ありがとうございます。